3人とも待っていたぞ。中忍試験の準備は整っているか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それではこれより中忍試験第一次試験を下忍の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よーし、やってやる。それでは第一次試験開始。これなんだっけ？確かこの答えは。これは簡単だってばさ。ってことにならないようにしっかり準備しねえと。どうしたボルト、ボケーっとして。あのよ。ああ、おっと。うん。あ。あのな。うん。やあ。中任試験の、そうか、中任試験の準備、お前たちなら精一杯やってこい。それでは皆さんは全ての問題を、よし、それではこれなんだっけ。確かこの答えはこれは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞお前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その意気だ。さて次は2次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をかけろ。はい、次の試験、そろそろ二次試験が、覚悟は固まったか。お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中任試験、第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格、集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし。だから基本は普通のやつを集めることに集中して、余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間あるよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。速にフラッグを手に入れてみなさい。サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。っていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい、足を。わかってるってばさ。いい感じ、いい感じ。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。時間切れね。ゴールデンフラッグを回収するわ。順調順調。次のゴールデンフラッグよ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。そっちはどうだ？まあまあかな。そっちはバッチリ順調。さすがはボルトだね。次の火影はやっぱり君が。火影になるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。うまいこと集められねえってば。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。そりゃ愚問だな。バッチリに決まってんじゃんか。ならいいけど最後まで油断すんじゃないわよ。ゴールデンフラッグを回収するわ。次に期待ね。はい、そこまで。試験終了。俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったなお前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第3次試験ね。五影が観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たねボルト。とりあえず2次試験までご苦労だった。3次試験は日を改めて行われる。各自今日はゆっくり。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わかってるよ。ただいまー。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。ん？誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いにわざわざ。大事なことだろこれって。なんだよ本当にそれだけのために。そうやし。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってねお兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。遅刻じゃないのね今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああやってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負となる。お前たちがどこまでいけるかしっかり見せてもらうからな、これ。はい。もう知っていると思いますが、3次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより就任選抜試験第3次試験を始めます。この葉学園渦巻ボルト、雲隠れゆるい、ウエス。それでは1回戦始め。戦闘開始。忍びとかしょぼしょぼだろう。俺が全員ダジっちゃうよ。あ、ダジっちゃう。やってやる。一網打尽ってことだよ。何でも協力してんじゃねえ。こんなやつに負けるわけねえ。やるじゃん。最終的に勝つのは俺だけど。まだまだ止まれねえ。しっかり見せてやるんだってば。悪い、俺の方が雲隠れの忍びをだじっちゃいそうだな。チャライだっけ。ゆるいだ。少女この葉学で渦巻きボルト。それでは次の試合を始めます。対戦者前へ。おいボルト、どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。分かってるってばさ。休憩はもういいのか。そうか。さて、そうか。さて、そろ次の対戦、同じこの葉隠れの忍び気をつけていけよ。おっ、ではこれより中忍選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ渦巻き、同じくこの葉隠れ奈良鹿台、両者準備はいいですね。始め。海賊下がりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。中忍になれなきゃなれねえでいいけど、サボると母さんが怒んだよ。相変わらずバトルになると強えな。こいつやっぱ親が親だけにいいセンスしてくる。こんなに強かったっけ。いや、強かったことは間違いねえな。バカあるんだよまいった。ギブアップ。よっしゃ勝者この葉隠れ渦巻きボルト。やったやったってばさ。父ちゃん次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良鹿台と訂正してくれ。渦巻きボルト使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて私も誠に残念ですよ。7代目。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこでおかげさま、田里の皆々様にこの素晴らしい科学忍具のみんな逃げろ。大丈夫か？もう一人。てめえら何者だ？でかいやつが大筒木金色、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか？ああ、ついさっきな。奴らについても記されてあった。狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。かぐやが残した巻物には奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。かぐやが白絶の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その身をどうするんだ？単を連成するらしい。さよう。これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。にらみつけておるわ、下等生物の分際で。どうなさいます？衣を汚したくはなかったが、まあいい。たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ。